和服に、割烹着の女性割烹着は、衣服の汚れを防ぐために羽織って着るエプロンの一種。日本で考案されたもので、着物の上から着用できる。女性が、家事労働をする際に着物を保護するために考案されたもので、着物のたもとが収まるよう広い袖幅と、手首までの袖丈であり、大ね三丈は、膝まである。紐は、 肩の後ろと腰の後ろで、ともぎれの紐で結ばれる。袖口にゴムを通すこともあり、ポケットがあるものもある。白が多いが、灰色やピンク、水色など様々な色が存在する。面が多いが、ポリエステルなど河川でできたものも多い。フリルがついたものも存在する。発祥と考案者については、諸説あるが、1905年9月1日観光の雑誌。 月間食堂落第一巻第五号に赤堀割烹教場における女性たちの割烹着姿の写真が掲載されており、この頃にはすでに現在のものに近い形になっていたことがわかる。赤堀割烹教場の赤堀峰吉が受講者である両家の最女のよそいきの着物を保護するために考案したという説がある。それまでのたすきがけと前だれの組み合わせの代わりに着物を保護し、 暖かくかつ動きやすくするための工夫が施されている。形の一様の完成を見たのが1902年、もしくは1904年頃。この割烹着はさらに改良を施され、料理だけでなく、掃除洗濯などの際にも、作業着として用いられるようになっていった。日本女子大学校の女子学生により、自学児童の教育方針のもと、 実験の際に使う作業着として開発されたという説もある。赤堀割烹協場関係者の赤堀峰吉は日本女子大学校開校当時の名簿に日本料理の食卓教師として名を連ね、また赤堀菊は日本女子大学校教授という肩書きを強調に記している。赤堀料理学園第五代校長を務めた赤堀千恵美は赤堀菊は 当時次々と創立された女子大で教えた際にこれを紹介しとしている。かっぽは料理教室の受講者や女子大出身者を介して徐々に一般家庭の台所にも浸透していった。自身で考案したかっぽを着た村井孝子料理研究家の村井孝子が考案したという説もある。村井は1906年に月刊食道楽で音羽城式大将和木という名前で カッ着を発表した。1913年発行の雑誌、夫人の友79号には、佐々木幸子公案の家庭用仕事着が掲載された。この仕事着は、白いキャラ子ではなく細かい格子島の地味な木綿であった。昭和時代初期に流星した風俗営業のカフェでは、襟回りや裾にレース飾りをつけたカッ着を制服としていた店もあった。昭和期には、 白い割ッポは一般の主婦にすっかり浸透していた。1932年に大阪で発足した国防婦人会は国防は台所からというスローガンを掲げ、千人張り、出生兵士の見送り、廃品回収による献金、軍人遺族の慰問などの諸活動を行ったが、そのトレードマークになったのが割ッポにタスキがけという回復で、 彼女たちは奉仕の場面だけではなく、公式の場にも、割烹ぽ着姿で奥せずでかけていった。この回復は、着物競争に陥りがちな愛国婦人会に比べ、より広範な大衆動員を可能にしたと言える。1941年には、愛国婦人会と大日本連合婦人会を吸収、統合して大日本婦人会となった。しかし、戦況が悪化し本土決戦が近づくと、 それに備えて第二本婦人会は解散。また、急速に物資が欠乏して、木綿も入手できなくなったため、婦人の服装もモンペ姿へと変わっていった。着物の上からカッ着を着用する場合、以下の手順が一般的である。襟紐を持ち、カッ着掛けからカッ着を外し、襟紐を解く。カッ着を広げる。カッポの襟紐を持ってから、 かっぽうぎの外側だけに触れるようにして、袖山を滑らすように伸ばし、片方ずつ袖を通す。手を袖から出す。手が出にくい場合は、かっぽうぎの内側から反対の袖を引き上げる。外に出た手で襟元を引っ張り、もう片方の手を出す。襟紐を結ぶ。腰紐を後ろに回して、前で結ぶ。かっぽうぎを脱いで、かっぽうぎけにかけるのには、以下の手順が。 一般的である。腰紐を解き、手洗いをし、襟紐を解く。左手で、かっぽう着の袖の内側を持ちながら、右手を引く。かっぽう着の内側に入れた右手で、左手のかっぽう着を押さえながら、左手をかっぽう着から引いて脱ぐ。かっぽう着が体に触れないように離れて、襟紐を持ち、襟元を合わせる。襟紐を結び、内側が外になるようにして、かっぽう着掛けにかける。 給食を分配したり配膳したりするものは衛生的な衣服を着用する必要がある。割烹着型ではない、抜き頭型の学校給食白衣現代日本の学校給食の場合、何かと衣服を汚しがちな子供に対処するということもあるが衛生面への配慮を第一とした上で、給食専用服を着る決まりになっている。名称については、給食白衣、給食衣、給食着、 学童給食儀等々、様々にあって統一されていない。そして、そのような服の代表的な形態の一つに、割烹着型なるものがあり、割烹着型給食白衣、給食割烹着など様々な名称で呼ばれている。割烹着型は、構造がエイプロンであることを条件とし、例えば右に示した画像にあるような、上から腕、頭、銅を通して着る、抜き頭タイプや、 前で止める、前開きタイプなどとは異なる構造になっている。もっとも、一般人は格烹着が何であるかを正確に知っているとは限らないため、割烹着型でないものをその名で呼んでいる例は、あるものと考える。また、白衣が多義語であることから、給食白衣などという表現が用いられた場合に、どのタイプを指しているのかをこの語だけで判別するは、できない。 2013年4月、食品メーカーの藤っ子が、給食白衣のようにも見える割烹着を着た、小さな女の子のイメージモデルとして、企業広告キャラクター、藤っ子ちゃんを立ち上げた。この可愛らしいキャラクターは人気を得て定着し、初代の他、薪空から二代目の元倉明りへと引き継がれている。藤っ子は、衣装のコンセプトを語っていないが、家庭的な味を売りにする。 この企業が訴求したいのは、給食白衣ではなく割烹着を着て、家庭で料理をするイメージであろう。ありがとうございます。